きましょう。おー、これはなんかボリュームあるな。お、これどうですか。これちょっとボリュームいいですね。後で断面チェック入れますね。いただきます。おー、いいですね。この真ん中におそらくご飯が乗ってるので、周りにレタスで、この可愛いグラスで、どこに来ているかは説明はいらないでしょう。ご注文ありがとうございます。乾杯ですね。この可愛いグラスで、どこに来ているかは説明はいらないでしょう。乾杯。バイト上がりでございます。今日のスタートこんな感じですね。今期間限定でカレーなんかとか、のモーニングなんかについてるこのウインナーと、で、小鉢がね、シーズンによって変わるんですけど、今回はマカロニということです。実はね、これのカレーを食べに来なあかんな、食べに来なあかんな思いながら、タイミングが合わなかったんですよね。まあおつまみでも嬉しいんですけど、あとこちらね、レッドオニオンのピクルスがついてます。これ前の、あのチキンの時にもついてましたよね。これも割と好きです。いただきます。あ、結構プリプリね。ちょっと映りますかね。ちょっと肉汁的なものも入れて、うんうん、これだけで200円なんで、おつまみとしてはいいですよね。1本100円でね、こういうのってビールに合うじゃないですか。めっちゃ合う。いやいや、これおつまみねえな。もちろんね、本格的なソーセージ屋さんのソーセージに比べたら本当にチープな感じですけどね。でもまあ100円ですからね、1本。それ考えたら外食のおつまみとしては上等じゃないでしょうかね。うん。それはまあ、あの、高いビアホール行って、あのドイツソーセージの方が美味しいけどね。あとこれはね、前から好きなんですけど、合わせ技としてレッドオニオンのピクルスね。うん、うん、あの酸味がちょっと癖になりそうな。さあ、これはいかにも業務用のマカロニサラダですね。マカロニの他に、人参とコーンね。うわ、うん、あのいかにもあの給食についてるような、うん、まあでもね、80円だからね。うん、ありかなしかというと、私の中ではありです。
これ売り上げは小さいけど多分高利益商品やと思うね。原価率なんか 10% ぐらいちゃうか。ありありあり、ちょっとしらじらしかったですかね。もう一本言おうか。というか付き合って2本までしかダメだからね、タイミングを測ってるんですよね。あ、はい、はい、すいません。購入といきますか。地味にね、僕このすき家のグラス好きなんですよね。分かる人いるかな。そうそう、大事な話というか今日のね目的なんですけど、これが目的じゃないんですよね。今日の目的はタコライスを目的に来ました。今週の火曜日だから6月6日の間違ってたらごめんなさい、2023年、6月6日の火曜日から、新発売になりましたタコライスを食べに行きました。まあ、タコライスというのは、まあ、説明いらないと思うんですけど、まあまあタコスとライスの、まあ、造語というか組み合わせで、タコスっていうのは、まあ、メキシコの、まあ、料理っていうのを皆さんご存知だと思うんですけど、タコライスっていうのは実はこれ日本発祥の料理でして、特にあの沖縄からね作られた料理で、タコミートってあるじゃないですか、まあ、ちょっと辛みのミート、タコミートと、まあ、トマトとかチーズとかレタスとかそういうのを散りばめてご飯の上に乗せるという沖縄の料理、立派な日本料理なんですよね。はい、来ました。でかない？めっちゃでかいと思うねんけど、これが成人男性の手です。めっちゃでかいよね。先ほど説明した通りタコミートとチーズレタスなどに乗っているご飯の上ねタコライスでございます。タバスコが来てるよね。タバスコ行きますか。実は個人的にはタバスコは久しぶり。私家ではね、あのサイゼリヤの唐辛子フレークを使ってるんで、めっちゃタバスコ久しぶりっすね。でもタバスコは大好きです。改めてすき家のタコライスじっくり見ていただきましょう。おー、いいですね。この真ん中におそらくご飯が乗ってるので、周りにレタスでタコミートでチーズということですね。トマトの説明もあったので多分トマトもどこかに入ってると思いますが、さあでは行きましょう。おー、これはなんかボリュームあるな。お、これどうですか。これちょっとボリューミーですね。後で断面チェック入れますね。いただきます。ん？あ、先ほどね、タコライスっていうのは日本発祥の料理ですって説明しました。まあそれ嘘じゃないんですけどね。でもね、異国の香りバッチリしますね。まあ当たり前ですけどね。メキシコ料理が、まあ出発点ですからね。あ、豆がいいな、豆が。うん、あのタバスコを振ったことによっての辛さも足されてるけど、タコミートのもともとの辛さとチーズのコクとでレタスのシャキシャキと、うん、ちょっとトマトは感じないからトマトはないかも。うん、あ、これありやな。うん、あのね、ちょっと舌がねピリピリしてきました。ちょっとここでビール入れたいと思います。あー、ビールといいわこれ。
断面体、こういうことですね。どうやらの公式さんのコメントを見ると、ソースの中にトマトが溶け込んでるようですね。私は若い頃からねタコス大好きだったんで、うん、全然違いますけどね。あのファミリーレストランのロイヤルホストってあるじゃないですか、あれのタコスが大好きでね、一時ね狂ったように通ったことありました、ね。ごちそうさまでした。本日は6月6日の火曜日に新発売されましたタコライスを食べにやってまいりました。私的には非常におすすめでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。